皆さんこんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスをしている私たちラクサスが実際にバッグを使ってどのくらい物が入るのか、サイズ感はどうなのといったバッグの詳細について紹介しているチャンネルです。今だけ3ヶ月半額でブランドバッグ使い放題のキャンペーンをやっているので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。今回はフェンディのピーカブ X ライトのご紹介です。フェンディのピーカブシリーズは世界的にも大人気なので知ってる方も多いのではないでしょうか。 YouTube でもピーカブは何回かご紹介したことがあるんですけど、今日ご紹介するのは X ライトといって初登場になります。サイズは一番大きいラージサイズです。仕事用にもお出かけ用にも使えそうな万能なサイズデザインになっているので、この動画を見て気になった方は概要欄の URL からラクサスのアプリをダウンロードしてチェックしてみてください。では実際にバッグをご紹介していこうと思います。大容量の X ライトラージは2018年に登場したんですけど、従来のピーカブに仕切りとして設けられていたこの真ん中にあったバーフレームを取り除くことですごく軽くなっています。今日はちょっとご用意してないんですけど、本当にもう同じラージで比べても全然重さが違います。それと前との違いでいくと、ハンドルですね、このハンドル部分が少しだけ長くなっています。でこの留め具部分はゴールドになっていて、全体的に見るとカジュアルなデザインなんですけど、上品さもプラスされています。で続いて素材なんですけど、外側がカーフスキン、この内側はラムスキンが使用されています。内側のレザーは結構柔らかくて繊細なので、まあ外側もそうなんですけど、使うときはその辺も気をつけながら使っていただけたらなと思います。こう内側は背面側にポケットがあって、その部分が FF ロゴの総柄になっています、ね、内側もめちゃめちゃおしゃれですよね。でサイズが幅 42cm、 高さ 32cm、 マチが 13cm です。まあね、こうラージなだけあって結構大きいですね。では実際にこちらの A4 サイズのファイルを入れてみます。入れてみたらこんな感じです。見えますか？ A4 サイズを入れて、まあ、横幅ぴったりっていうくらいですね。あとはまあ普段持ち歩くようなもの、こうお財布とかだったりポーチ、あとこう今の時期とかだとストールとかも入れていただけます。こんな可愛いバッグがラクサスではご利用いただけるので、気になった方はぜひ概要欄の無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。いかがだったでしょうか？今回ご紹介したバッグの他にもラクサスではエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンをはじめとしたブランドバッグが約4万体ありますので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。